はいどうも、白熊先生です、えー。僕はですね、普段教育界で働いていて、子供たちに勉強をして,てるわけなんですけども、えー、このチャンネルはですね、そんな僕が気になるニュースについて解説考察していこうっていうね、チャンネルとなっております。 え今回ですね、取り上げたいニュースは何かっていうと、えー、文春さんがですね、未だ切ってないですね、あるカードをですね、はい。えー、松本人志さん騒動においてですね、まだですね、えー、文春さんがあえて伏せてる情報があるわけなんですね。はい。まあ、今回はですね、それの詳細だったりとか、一体どこでですね、えー、文春さんはそれをですね、開示してくるのか。はい。そして現在開示しない理由は何なのかってことについてね、ちょっとお話していけたらなというふうに思っております。はい。えー、まずなんですけども、うん。 まあ、今現在ですね、まあ、このね、松本宏さん騒動というのはかなり混沌とした感じになってますよね。まあ、3月の末からですね、A 子さん、B 子さんというですね、性加害を受けたね、えっ、ー、と、主張している方を対象としてですね、松本さんが名誉毀損の裁判を開かれているので、まあ、3月の終わりからはですね、裁判が始まっていくんですけども、まあ、それとは別で、なんかこう、場外乱闘みたいな感じでですね、そのね、文春が報じた J 子さんという方のグラドですね、はい。その方との飲み会に一緒に参加した AV 上の下月ルナさんという方がですね、文春の記事は嘘だらけだって言ってですね、そこで文春さん と霜月さんがわちゃわちゃやっていて、さらにそこにタムけんさんも参加してみたいな感じになってるんですよね。うんまあ、しかしながらですね。その飲み会はその裁判でね。争われる飲み会とは全く別の飲み会なので、まあ、正直で全然関係ないっちゃないんですけども。もはい。要は裁判に何か影響があるわけではないんですけども、も、はい、うんまあ、ただですね。本当になんかまさにはい、場外乱闘感がね。すごいなっていう。のは正直僕としては思います。うん。 でですよ、ね。で、そんな中なんですけども、実はですね、文春さんっていうのはですね、あるカードをまだ切ってないと言いますか、ね、えー、調べはついてるんだけど、まだ言ってない情報がたくさんあるわけなんですね。で、それは何かっていうと、ズバリですね、アテンド芸人さんたちの別メンバーたちなんですよ。はい。今のところですね、アテンド芸人さんとして長が上がってるの誰かっていうと、えー、大阪田村健二さん、そして渡辺先生さんですね。そして東京は小沢さんです。はい。そして、えー、福岡はですね、パンクブーブーのクロスさんですね。はい。え、この4人がですね、アテンドメンバー、ね、東京、大阪、福岡のですね、各拠点で、 活動していいたたアテンンドメンバーたち4人ななわけなんですねはいまあ、しかしながらですね文春さんの今までの報道を見ていくとですねまだ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 ですねアテンドメンバーというか要は飲み会参加メンバーっていうんですかねああいったメンバーたちはですね文、えー、春さん全部知ってるんですよ。はいというのは何かっていうと例えばですよ例えば何かっていうとですねうん いわゆる、その松本さんがね、女性を集める際の指示書を出していたっていうのがあるじゃないですか。ね、たくさんいろいろ白い紙にね、松本さんの要望が書かれたやつ。はい。あれをですね、えー、持ってですね、女性を集めていたですね、芸人さんですね。はい。その方だったりとか、はい。だったりとか、あとはですね、その松本さんの飲み会にですね、行ける女性たちを選抜するための大会といいますか、会合みたいなのを開いていたね男性だったりとかですね。はい。まあ、この辺のですね、男性に関してはですね、その女性たちがですね、告発している以上ですね、その人たちの顔と名前は知ってるはずなわけなんですよ。 で当然、ですねそれは僕は文春さんは取材の上でですね、えー、聞いてるはずなんですよね。はい文春さんがいやその人たちの名前とか,とかを教えなくていいですとか言わなかったはずはないんですよ。絶対にそれも聞いてるはずなんですよ。うん、でさらに言うと、ですね他の今まで散々告発されてきた松本さんの飲み会に参加していたであろうメンバーですね。はい、これもですね文春さんは全部知ってるわけですよ。まあ、例えばなんですけども、うん その顔出しでですね、実名顔出してですね、すべてを告発したフードコーディネーターの女性ですね。この方、松本さんと性行為を迫られてですね、そこで命からがら逃げ出したんですけども、部屋から。その後、ね、みんながいる部屋でですね、他の芸人さんたちからもうものすごい罵倒を受けたっていう話ですね、松本さんも含め。っていうことをおっ,おっしゃってるんですけども、そのですね、えー、芸人さんたちの名前とか、どんな芸人さんかってことは、その女性絶対覚えてるはずですよね。で、当然その件はですね、えー、文春さんに報告してるはずです。はい。しかしながら、その記事が上がったときは、松本さんが、まあ の芸人さんの個人名はですね、松本一志っていう名前しか出てこなくて、他のですね、その前にた40代の芸人さんたちの名前はですね、一人も出てこなかったわけなんですよね。しかしここに関しては、まあ、文春さんは知ってますよね。はい。 だったりとか、はい。あとはですね、沖縄の事件ですね。うん。沖縄で松本さんたちがですね、えー、泊まったコテージに呼ばれた女性たちね、ナンパされて、はい。そこで松本さんから性行為されそうになって、これも同じく命からから逃げ出した女性ですね。はい。そして結局ですね、性行為をしないんだったらということで、まあ、コテージから追い出されて帰っていったわけなんですけども、そこのコテージはですね、松本さん軍団が沖縄に旅行しに来ていて、そしてそこで泊まっていた連中なので、松本さん以外のメンバーも知ってるはずなんですよ。ね、その女性たちは。はい、女性たちというか、枯渇した女性はね。はい。で、その件も絶対 文春に言ってるはずですよね。まあ、しかしながら、文春さんはですね、その記事の中でも、その松本さんの名前しか出してなくて、他の芸人さんの名前は一切出していませんでした。うん。 そうまあ、このようにですよ、皆さん。このようになんですけども、はい。まあ、いわゆるですね、松本さんの飲み会に参加していた、下品な飲み会に参加していたとされるですね、芸人さんたちの名前は、おそらくですけど、文春さんはめちゃくちゃ知ってるはずなんですよ。何人も何人も、多分5人や10人じゃ聞かないかもしれません。はい。知ってるはずなんですよ。しかしながらですね、文春さんってそれを言ってないわけなんですよね。うん。で、これってね、皆さんね、えー、いわゆる吉本側の芸人さんからすると、めちゃくちゃ戦々恐々としてると思うんですよ。はい。というのは何でかっていうとですね、何でかっていうとですよ。はい。 結局、そのアテンド芸人さんたちいるじゃないですか、今の芸人さんたちの現状も悲惨なことになってますよね。例えば、スピードワゴンの小沢さんはですね、現在は活動休止になってます。まあ、田村健二さんはですね、アメリカで活動するって感じなので、影響ないかもしれませんけども、もしも今田村健二さんが大阪、まあ要は東京に、まあ日本ですね、日本に帰ってきたとしても、おそらく地上波の仕事は一本もないですからね。一本もない。はい。 それに、パンクブーブーのクロスさんだったりとか、クロスバー直撃きの渡辺センスさんとかもそうですよね。うん。まあもちろんですね、渡辺ンスさんとかクロスさんに関しては、吉本っていうのは舞台があるんで、ね、舞台、ライブがね、めちゃくちゃあるんで、劇場とか死ぬほど持ってるんで、そこ関係で仕事がしっかりあるかもしれませんけども、少なくとも地上波しかも東京とか、キー局の地上波に出ることは、まあないかなっていう感じです。はい。まあ一応ね、クロスさんに限ってはですね、あの、彼ってね、九州地方でのレギュラー番組とか結構あるらしいんですよね。まあ地元だから、多分その辺はまだ残ってるかもしれませんけども、少なからず、 東京とかキー局ですね。地上波キー局の番組は、まあなかなか出ないと思います。はい。まあでもそれってやっぱりしょうがないことだと思うんですよ。という何かっていうと、テレビのね、この地上波からすると何よりもコンプライアンスがすごい大事になってくるわけじゃないですか。うん。ってなった時に、例えばじゃあタムケンさんが東京と言いますか、日本に帰ってきた時に、タムケンさんに仕事を依頼するメリットって何なんですかっていう話なんですよ。はい。まあもちろんね、もちろん、うん、うん。 今回の件っていうのはまだ裁判がこれから先始まっていくことだからね。はい。明確に結果なんて分かんないからね、推定無罪ってことだから出してもいいじゃないかって人もいるかもしれませんけども、うん。そんなリスクを追ってまで出すほど、ま、視聴率が取れる人なのかなって話なんですよ。はい。例えばこれがね、例えば皆さん考えてほしいのが、これが、例えばこれが相手が、えー、かまいたちさん。ね。芸人のかまいたちさんとかがこういう件として名前が上がっていたとするんだったら、だとすれば、テレビって結構守えー、その迷うと思うんですよね。なぜならば、かまいたちさんの、正直このかまいたちさんに今、 こういう疑惑と言いますか、ちょっと報道がなされてる中で、正直言ってかまいたちさん、かまいたちさんをテレビに出すと苦情とか正直来るかもしれない。まあ、ただ、かまいたちさんは人気はめちゃくちゃあるから、視聴率もちゃんと取ってくれるし、ね、ファンもいるし、これはテレビとしてもね、かまいたちさんを使った方が美味しいのは事実。ただ、美味しいのは事実なんだけど、リスクもせよう、うーん、これはどうしたものか、みたいなね、なんか。はい。みたいな感じで、かまいたちさんが対象だったら悩むの分かるじゃないですか。そのリスクを取ってでも、かまいたちさんを出すね、価値がある芸人さんだから、これはどうしたもんか、ってなりますよね。はい。ただ、パンクブー,ブーの プロレスさんだったりとかタムケンさんだったりとか、渡辺誠司さんってそんなリスク背負ってまで出すほどのね。ひとですか？って話なんですよ。はいまあ、ちょっと言っちゃ悪いですけど、うん彼らを出してそれですごい。視聴率が取れるのかって言ったら、うん、まあもちろんね。こういう騒動の中で出せばそういう意味合いね。何て言うの野次馬根性で集まる人がいるから、それによる視聴率があるかもしれませんけどもね長期的な目線で見た時にリスクの方が高いでしょって話なんですよ。はい、つまりそのかまいたちさんだとするんであれば、リスクを超えるくらいのメリットが倍として時と倍としてありえるじゃないですか。しかし、タムケンさん。 クロセ、えー、クロさんとか、渡辺サイさんの場合は、リスクを、ね、リスクを超えるほどのメリットがどう考えてもないんですよね。ってなってくると、やっぱり地上波もわざわざさ、そこにオファーするくらいだったら、別のさ、なんかね、健全なイメージのある芸人さんにオファーかけるでしょって話なわけですよ。うん。 そう。だからこそね、だからこそ、いわゆる、そう、今の芸人さんたちで、そのアテンド芸人として名前が出ちゃったりとか、その下品な飲み会にいたというされてる芸人さんって、絶対に影響が出てしまうんですよ。テレビとかにしておいてね、必ず。はい。ってなった時に、ね、えー、そのも、えー、吉本さん側っていうからするとですよ、やばいやばいと。ね、あの文春の何とか報道に出てた、あの飲み会、俺も参加してた、こっちの報道に出てたの飲み会には俺は参加した、みたいな感じで、心当たりがある芸人さんがいっぱいいらっしゃるわけですよ。で、そうなってくると、文春さんがその名前をね、全部一覧でドーンってね、はい。 私たちが調べた、その場合にいた、下品の飲み会に参加していた吉本芸人さん一覧ですドーンみたいな感じで出した、出したとしたらね、これものすごいことになっちゃうわけですよ。言ってみたら。うん。仕事も一気になくなる可能性もありますしって話なわけでね。はい。そう。つまり、文春さんはですね、それだけの情報を握ってるにもかかわらず、出してないんですよ。今のところ。あえて。はい。で、これはあえてですよね。あえて。偶然出してるわけないから。はい。 偶然、いやなんかちょっとタイミングが噛み合わないんで、ちょっと出してないんですよ、とかそういうレベルじゃなくて、これはどう考えたって意識的に出してないとしか考えられませんよね。うん。で、なんでですよじゃあなんで文春さんは意識的に出してないんだいって話したわけですよ。はい。まあ、これはですね、考えられる理由としてはいくつかあると思います。まずはパターン1としては何かっていうとですね、やっぱり、その一点集中して裁判に臨みたいからっていうのがあるのかもしれませんね。うん。 いわゆる、いわゆるですよ。その、文春さんが報じたいことは何かっていうと、松本さんという人間が行っていた、その性加害問題だったりとか、松本さんが開いていた、そのね、えー、汚い飲み会の詳細を伝えたいわけじゃないですか。ってなった時に、その汚い飲み会をつくやる際に、下品な飲み会をやる際に、女性たちを集めるのに尽力していた中心メンバー、つまりはアテンドメンバーですね。はい。こういったメンバーたちをですね、うん。 だけは最低限報じようと。はい。他の人たちは、いわゆるモブケラというか、いわゆるその、えー、なんて言うんでしょうね。えー、まあ、大したこと、大したことじゃないっていうとあれですけども、はい。要は、メインのメンバーじゃないやつは、とりあえず置いとこうと。ね。メインじゃない人たちまでね、話を出してしまうと、すごい記事の内容も長くなってしまうし、もっとこう、ぎゅっとこう、濃密な記事っていうんですか、なんか、濃密な報道にするためには、やっぱりメインどころだけを選抜して、そこだけで記事を作った方がいいと。その方が、文春さんとしてもですね、読んでもらいやすくなるし、っていうね。はい。っていう意味合いで、要は、文春さん的にそういう考え やったのではないかっていう、ね、二つ,、ねはい、つ目の理由として考えるのは何かっていうと、武士の情けですね。武士の情け。はい。と、何かっていうと、文春さんってですね、こういう記事を出すときにですね、最終的にちょっと武士の情けをかけてくれるパターンもあるわけなんですよ。例えば松本さんの件で言うとですね、松本さんの件っていうのは、いわゆるその年末ですね。はい。年末にもうこの件を報じられたんですけど、実はですね、えもっともっと前からその件は分かっていたわけじゃないですか。で、最終的にどこで報じたかっていうと、M1 グランプリ放送の後なんですよ。皆さん。はい。松本さんね、審査員やってましたよね。 別に m 1グランプリの1週間前に報じることもできたんですよね。でおそらくですけど m 1グランプリ1週前にこれが報じられていたとしたら松本さんは m 1グランプリの審査員を辞退している可能性が高かったです。はい で、えー、そうなってしまうと、やっぱり M1 グランプリってね、日本国民からするともはや国民的要因になりつつあるじゃないですか。ってなった時に、まあさすがにそれは変えそうだから、じゃあ分かった、M1 だけは見逃してあげましょうと。M1 が終わった後にじゃあ大々的に行きましょうと、みたいなね。はい。っていう風に、まあえて、あえて多分やったんじゃないかなと思います。つまりこれは言ってみたら武士の情けですよね。はい。っていうパターン。うん。 それと同じで、それと同じね。はい。メインどころはこういうふうに吐き出すけども、まあ、その他の芸人さんは、まあ、この際ちょっと見逃してやるかっていうですね。はい。っていう、このねえ、武士の情けっていうパターン。これパターン2です。はい。で、パターン3ですね。これ何かっていうと、ね、出すべきタイミングを見計らっていて、まだその時ではないっていうだけってことですね。はい。まあ、つまり、例えばですけど、これから先裁判が行われるわけですよね。はい。裁判で松本さんがですね、そういった飲み会を常習的にしていたってことをですね、証明しないといけないわけですよね。いわゆる、その状況証拠を固めていくっていうやつです。その結果、真実相当 を認めめさせて裁判でで勝利すするためですよねそのためには状況証拠を固めていく。で、そうなった時に、過去にこういう飲み会がいっぱいやっていて、こういう女性たちから告発をさえしていますという話をですね、もしかしたら、えー、裁判でそれを訴えているかもしれない。で、そうなった時に、その裁判所に提出する資料だったりとか、そこでする発言の中には、アテンド芸人さん以外の参加していた、まあ、ほ他のアテンド芸人さんだったりとか、その飲み会に参加したいろんな芸人さんの名前が、その資料だったりとか、提出書類にはガンガン書かれている可能性があるかもしれませんよね。はい。 あくまでそういう場で裁判というですね、文春勝つか松本瀬仁志さん勝つかっていうそういう重要な戦いにおいて出す。ね。その時に出せばいいって考えてるから、その前段階ではまあ別にいいでしょう。置いときましょうっていうですね。まあいわゆるそのね、出すべきタイミングをちゃんと見計らっているだけであって、もう出すつもりは全然あるよっていうことですね。はい。まあ以上の3つのパターンのどれかなのかなっていう気はします。はい。まあ何にせよですよ、どのパターンか知りませんけども、その飲み会に参加している芸人さんはもう自分で分かってるわけだから、ね。今まさにですね、眠れない日々をね、送っているんじゃないでしょうかね。はい。 だっったたたらね、早くね、ね早早くくくもももうさ、あのね、楽にししててれれみたいな、ねはい、みいいいな思るる人もいるのかもしれません、うんはい、自分の命が完全にね、文春に握られてる状況なわけですよね。文春がどっかのタイプでギュってやったらもうこの命終わるわけですから、はい、自分の心臓を常に掴まれてる状態で、まあ、芸能活動するっていうのも、まあなかなか結構ね、うん、まあストレスも溜まるんじゃないでしょうかね。はいえー、というわけでね、今回ポイントあります。この話ですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、コメントでしたらぜひよろしくお願いします。ともありがとうございました。